そこからわずか3か月4か月で前年割れが続いていたのが前年を超える売り上げを回復していきました他社には真似できない非効率な部分にこそ強みがあったということです。 はい、皆さん、こんにちは。東京のお姉さん、里いです。今回のテーマは、丸亀製麺の V 字回復についてです。手頃な価格で出来たてのうどんを食べられる、みんな大好き丸亀製麺さんは、株式会社トリドールホールディングス参加のうどん専門の飲食店チェーンです。2000年にですね、兵庫県に第1号店を開店して以来、どんどん成長を続けてまして、全国に820店舗、海外には200店舗展開しています。しかしですね、ずっと右肩上がりで成長を続けてきたというわけではなくて、毎月前年割れが 続くといいう厳しし状態の時もありましたその丸亀製麺の危機を救ったのが株式会社刀の森岡強さんですね。森岡さんは日本一のマーケターと呼ばれる人物で破綻寸前とまで言われていた USJ を数年で立て直して世界第4位のテーマパークにまで導いた人物として有名でご存知の方も多いと思います。この株式会社刀と協業を開始しまして施策を実行してからわずか4ヶ月ほどで前年の割れが続いていた集客はですね、10ポイント以上回復しまして 前年度を果たしています今回は森岡さんがどういった戦略で丸亀製麺を V 字回復させたのかについて解説してみたいと思います。ということで今日のポイントは3つです。1つ目、丸亀製麺停滞の要因。2つ目、経営合理化で積む。3つ目、こだわりか拡大か。この3つについて解説をしていきます。 それでは一つ目のトピックです。丸亀製麺停滞の要因ですね。トリドールホールディングスの創業者で社長の淡田隆也さんが、香川県丸亀市の製麺所で出来立てのうどんを食べたのがきっかけで、丸亀製麺を展開することになったというふうに言われています。さぬきうどんの聖地とされる丸亀市を冠した丸亀製麺という店名をつけて、セルフ式のうどん専門店として展開を始めました。店舗数もかなりの勢いで増やしていまして、丸亀製麺ブランドで展開する店舗は、2000年11月 月に一号店を開店してから17年4ヶ月でちょうど1000店舗を達成しています2011年にはですねハワイのワイキキに初の海外店舗を出店していますこのワイキキ店は開店当初から売上高が丸亀製麺でぶっちぎりの1位の店舗になったと話題になっていました最近の和食ブームも追い風になったこともあって日本以外の12の国や地域に200店舗超と海外でもかなりの数の店舗を展開していますしかしですねそれまで順調に伸びていた 売上は2019年には前年度割れが続く状態となっています停滞理由としては店舗展開がすでに800店舗超と飽和状態に近かったということに加えて外食という成熟マーケットであったことそして人口減少に伴います市場全体が縮小していることうどんというコモディティ商品で競合争いが激しいことなどの点を挙げていますそのテコ入れとして新メニューの導入であるとか期間限定のフェアなどで対応していたんですが反応が鈍い状況が が続きましてこの時の状況について青田社長はダイヤモンドオンラインの記事で次のように語っていますいつの間にかお客様の心がつかめなくなっていましたこれはもう外部の方に客観的に分析していただくしかないと思いましたということですそこで usj が壊滅的な状況から見事に復活したのを目の当たりにしていた青田社長は森岡さんにアプローチをして丸亀製麺の危機について相談することになったそういう経緯があります ということで、二つ目のトピックです。経営合理化で積むんですね。一店舗に一台製麺機を置いて、粉からうどんを作っているのは、うどんチェーンでは丸亀製麺だけでした。通常ですね、経営合理化を図ろうとすると、このように、地域ごとにセントラルキッチンを作って、ここで麺をまとめて作って、それぞれの店舗に配送してで、その店舗では茹でるだけにする方が効率がいいんですね。そしてこの店舗の数が多いほど、そのスケールメリットは大きくなります。 ありますですので店舗ごとにですね粉からうどんを作るという丸亀製麺のやり方はチェーンストア理論的にはかなり非効率だったわけです合理性を追求するのであれば教科書的なチェーンストア理論にのっとって製麺機を廃止してセントラルキッチンを作って経営合理化を図って無駄を省きましょうという提案が常識になるわけですが盛岡さんは全く真逆の戦略を取りました簡単に言うと店で粉からうどんを作っているということをもっとアピールしましょうというもの でした森岡さんはまずですね丸亀製麺の強みって何なんだろうということを調査した結果それは麺の食感にあると判断しましたその食感は店で粉から作っているからこそ出せる食感でそういった出来立て体験を提供できるということが丸亀製麺の資産だったというふうに再認識したんですねいわば原点回帰ですよね創業者の淡田社長が香川県丸亀市の製麺所で出来立てのうどんを食べたのが丸亀製麺を展開するきっかけだったわけ 出来立てを食べてほしいという思いがあるのであえてそこは合理化していなかったわけですよそこをぶらしてしまったらもはや丸亀製麺ではないわけですよね競合がやっていないならなおさらですねお店で粉から麺を作ってその場で出来立ての美味しいうどんが食べられるっていうのが丸亀製麺の強みでありお客さんはそこにバリを感じてお金を払っているわけですよでもですね調査の結果顧客の5割しか粉からうどんを作っているってことを知らなかったのでこの魅力を c、N ななどででアピールししていきましょうということとこになったわけですそこからわずか3ヶ月4ヶ月で前年割れが続いていたのが前年を超える売り上げを回復していきましたこの回復劇の前ですね停滞していった当時っていうのはうどんにのせるトッピングに差別化して例えば肉盛りうどんのようなフェア商品を打ち出していたんですが徐々に飽きられていったようです この時、そうした判断としてはおそらく、うどんはどこも同じなので、トッピングで競合他者と違いを出すしかないだろうという風うな思い込みがあったのかもしれません。差別化すべきはトッピングじゃなくて麺の方だったということですねで。確かに自社の強みってこの中にいるとですね、当たり前になってしまって分からなくなってしまうわけですよね。ですので、客観的な目線と定量的な調査によって、自社の強みっていうのを再確認した結果、他者には真似できない非効率な部分にこそ強みがあったということです。でそこを 再確認して強みの部分に経営資源を集中的に投入することで停滞から抜け出せたそういう話ですね正しい選択と集中とはまさにこのことかなというふうに感じました 続いて3点目のトピックです。こだわりか拡大かです。事業を拡大させていくにあたって、特に創業者の方がぶち当たる壁が、こだわりか拡大かという部分ですね。特に飲食店の経営者さんに多い葛藤としては、こだわりが強すぎるあまり、なかなか事業がスケールしていかないとか、拡大しようと思うと自分が提供したいものが薄まってしまって、お客さんに満足してもらえなくなっちゃうんじゃないかっていうことですね。まあこれほんとめちゃくちゃわかるなっていう感じです。こうした判断を上 にしているのが飲食店でよくベンチマークにされるスターバックスさんですね全国に1000店舗以上スタバありますけれどもどこに行っても商品もそうだし接客とか内装そしてオペレーションもいい感じに仕上がっていてこうブレないブランドですよね スターバックスはかなり早い段階から日本で完全禁煙性を導入したカフェとして有名です。日本にスタバがやってきたのは1996年のことですね。8月に1号店となる銀座松屋店をオープンして、翌月には2号店となるお茶の水村田ビル店をオープンしています。そして11月には3号店となる八重洲地下街店をオープンさせたんですが、オープンさせた当時はですね、まだ無縁だったわけです。でシアトルでは完全禁煙性だったようなんですが、当時日本は喫煙大国で男性の喫煙率 は50% 10%以上女性も10程度あったんですねそして、喫煙率とコーヒーの摂取量には相関関係がある。まあ、つまり、タバコを吸う人はよくコーヒーを飲むということも知られていますから、多くのコーヒーチェーンでは今でも分煙のところが多いですよね。 店も分園でスタートしています完全禁煙にする前ですね、スタバの男性客の過半数はやはり喫煙者だったようです。男性客の過半数の顧客を失うリスクはあったんですが、スターバックスが全面禁煙に踏み切った理由としては、スタバ体験の一部である店内に入った時のコーヒーの香りがタバコの匂いで台無しになるということでした。飲食店では特に五感に訴える機会を喪失してはいけないというのが大原則ですから、ゆっくりと美味しいコーヒーを 飲んでもらうという提供価値を損なわないような店舗作りに変えるべきだという判断をしたわけですね。そしてて完全禁煙性ににすることによってかえ でその当時ですね取り組みたかった若い女性が入りやすくなるのではないかというふうに考えた末日本3号店となる八重洲地下街店では当時異例となる完全禁煙に切り替えましたはいここで注意してほしいのはコーヒーショップやカフェをやるならみんなスタバの真似をしたらうまくいくというふうに言ってるわけでは決してありませんもともとのコーヒーのメインユーザーであるおじさん層がですね完全禁煙でおしゃれなカフェには逆に入りにくいっていう人も多いわけですよ、ね ちょっと待ち時間を潰したいとかちょっと仕事をしたい一服休憩したいという層には、まあ、スタバではなくて違うコーヒーショップが選ばれるという話ですそうしたコーヒーショップにはですねむしろこのスタバのようなおしゃれさっていうのは逆にノイズになるわけですねでそれよりも注文する時にサイズが M か L しかないとかパソコンを広げられるとかの方が求められるわけですねこの同じコーヒーショップっていうカテゴリーでもスタバに求められているのはゆっくりと美味しいコーヒー が飲めるとかなんですが他のコーヒーチェーンでも一服休憩とか待ち合わせとか仕事をするために利用するまあ、それぞれ別のコーヒーショップに入る目的があるので本質的には競合ではないということになります事業を拡大するにあたって数字だけで判断するならこだわりを捨ててセントラルキッチンを作るとか分園にするっていう判断は一つの正解ではあるんですけれどもいろんなですね似たような商品がある中で自社商品自社サービスを買ってくれている何かしらの理由 があるはずですねでお客さんは他社にはない自社の強みにお金を払っているっていうことです。それを把握せずに経営合理化に踏み切ってしまうと、徐々にお客さんは離れていくでしょう。マ亀製麺とスタバに共通することは、徹底的に自社の強みと向き合って、お客さんは何にお金を払ってきてくれているのか、その本質部分をきちんと把握した上で、何をして何をやらないのかを決めているってことですね。 ということで今日は丸亀製麺の V 字回復について解説しましたがいかがでしたでしょうかそれでは最後に今週いただいたコメントで最も良かったコメントの発表です。さて今週の MVC はローソン盛りすぎチャレンジについたコメントですね。年明細井さん書いても仕方のない賞賛コメントは入れません。でもこれだけは言いたい。全部見ないともったいないですということです。細井さんありがとうございます。 このローソンの動画はですね、フェルミ推定で謎解きをしています。フェルミ推定というのは、例えば、日本に電柱は何本あるでしょうみたいな想像もつかないような問いに対して、論理的に回答を導く、まあ、推定方法なんですけれども、フェルミ推定の教科書に載っているような例題って、ぶっちゃけ、これ実務で役に立たなくないかみたいなものばかりなんですよね。 それをこの動画では実務で使うフェルミ推定に紹介させてみましたというのがメインの見どころになっています手元にある材料だけで未知のものを押し量る力がついてくると例えば全く情報が公開されていない通販サイトのおおよその月収なんかも割り出せるようになります参考にしてください ということで、このチャンネルでは確率統計を使って、世の中の謎を解く、リアル謎解きを体験していただく、教育エンタメチャンネルです。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。新しい動画を見逃さないように通知設定をオンにしてください。あと、ライブのお知らせをするので、LINE でお友達になってください。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。株式会社トリドールホールディングスの参加、うどん、のサベスカス、のスターバックスはかなり、このスターバックスはかなり、